プラットホーム地上駅時代の駅舎川原町駅は、三重県四日市市本郷町にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は、e、E20。一万古焼の里の副名称がある。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホーム有効町は5両。駅舎は、線路下にある。トイレは改札内にあり、男女別の推薦式である。 近鉄四日市駅管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、下の表の通りである。川原町駅の利用状況の変遷を可表に示す。急須、土鍋作りで有名な一万古焼きが盛ん。 東駅付近において、三滝川と改造川の間のおよそ980メートルの区間を高架に切り替える、近鉄名古屋線、川原町駅付近連続立体交差事業、名古屋線三滝川橋梁の掛け替えを含む、三滝川河川改修事業、河川改修に伴う国道の移設を行い、合わせて、既存踏切の廃止、除去を行う、一般国道477号、 西の裏バイパス整備事業が一体で進められている。事業主体はいずれも三重県が実施する。これらの事業により名古屋線の当該区間からは4つの踏切が取り除かれ、宮間道駅から改造川橋梁の先までが踏切のない区間となる。ありがとうございます。